裁判の様子16人裁判とは1945年6月に開かれた国内国や文民の有力者を含む第二次世界大戦中のポーランド独立運動の指導者16人に対する見せしめの裁判。被告らはポーランドに挙国一致の新政府を樹立する計画への参画を打診されてモスクワに招待されたが直後に 内務人民委員部に逮捕され、裁判の結果、ソビエト連邦に対する武装放棄を企てた角で、有罪判決を受けた。ポーランド亡命政府国内代表部、PL と国民統一評議会、PL の大半の議員、そして国内軍の最高指揮官が、ヨシフ・スターリンの同意の下ソ連内務人民委員大理のイワン・セイロフによって招待された。 正体の口実は、ソビエト連邦傀来のポーランド臨時政府を樹立することであった。その時期は1945年の2月であったとも、3月であったとも言われている。彼らは、身の安全の保障を条件に出席したが、結局3月27日に28日にかけて、全員が内務人民委員部によって逮捕された。レオポルト送り付き、PL。 ヤンスタニツワフヤンコフスキ、PL、そしてカジミエ・シュプジャク、PL が27日に他の12人も翌日に逮捕された。アレクサンデル・ズベジンスキ、PL はそれより早く逮捕されていた。彼らはルビアンカで取り調べを受けるためモスクワに護送された。数ヶ月に及ぶ無慈悲な取り調べと拷問の末、16人は以下の鉄造された罪状によって起訴された。 裁判は1945年6月18日から21日にかけて外国の報道機関とイギリス、アメリカ合衆国からの立ち会い人が参加して行われた。日程はポーランドのソビエト傀儡政府樹立に向けた会議と重複するように選ばれた。16人の指導者らが誘拐されると、ポーランド亡命政府は直ちにロンドンとワシントンを通じて抗議声明を発表し、 16人の解放を要求した。ほどなく、ソ連は、声明は、ファシストポーランドのハッタリに過ぎないと応酬した。5月3日、ソ連は、とうとう16人を逮捕したことを認めたが、ハリー・エストルーマンに使わされたアメリカ政府の特使、ハリー・ホプキンスに対して、スターリンは、16人裁判はポーランドに、ソビエト傀来政権を打ち立てるための陰謀では、ありません。その証拠に、 被告らの量刑は大したものにはなりませんから、と釈明した。結局、イギリス・アメリカ両政府はこの説明を受け入れた。一人を除く全員の被告が根拠のない罪状を認めさせられ、6月21日には判決が言い渡された。国際法に照らせば、この裁判は非合法なものだった。ソビエト連邦は外国の市民を誘拐し、 外国で犯された犯罪をでっち上げて裁判にかけた。被告らは基本的人権を完全に無視され拷問にかけられた。被告の一人、レオポルトを送りつきの証人たちは法廷に入ることを許されなかったが、この措置はソビエト連邦の国内法にも違反していた。レオポルトを送りつき懲役10年。しかし、1946年のクリスマスイブに殺害されたか、 あるいはハンガーストライキで体調を崩して死亡したとされている。ヤン・スタニスワフ・ヤンコフスキ懲役8年。景気満了の2週間前、1953年3月13日に殺害されたとみられる。アダム・ビエン懲役5年。スタニスワフ・ヤシコビチ懲役5年。カジミエ・シュプジャク懲役1年6ヶ月。1945年11月釈放。ポーランドに戻るが、 国外追放を拒否し、ポーランド秘密警察、PL により1947年再逮捕。10年の懲役を言い渡され、1950年4月30日、告示。アレクサンデル・ズベジンスキ懲役8ヶ月。カジミエ・シュバ・ギンスキ懲役1年。釈放後、アメリカ合衆国に亡命した。エウゲニウ・シュチャルノフスキ懲役6ヶ月。ユゼフ・ハジンスキ懲役4ヶ月。 スタニスワフ・ミエジュバ懲役4ヶ月、ズビグニエフ・スティプーコフスキ懲役4ヶ月、釈放後イギリスへ亡命。フランツシェク・ウルバンスキ懲役4ヶ月、スタニスワフ・ミハウオフスキ無罪、カジミエシ・コビランスキ無罪、ユゼフ・ステムラー無罪、アントニ・パイダク11月に開かれた秘密裁判で懲役5年に処される。1955年釈放。 呪われた兵士たちも参照イギリスの歴史家、ノーマン・デイビスは著書ヨーロッパ・アットウォーで、この裁判に対して諸外国の公式な抗議がなかったことを卑怯だと批判している。この裁判の結果として、国民統一評議会は指導者の大部分を失い、すぐさま体制の修復が試みられたものの、回復不能な痛手を負った。1945年7月5日をもって、 アメリカ合衆国とイギリスはポーランド亡命政府への外交上の承認を取り消し、ソ連海来の共産政権を承認した。ソビエト連邦とポーランド統一労働者等による弾圧の標的は地下政府の以前のメンバーや国内軍に向かい、国内軍はユゼフ・フランチャク・ PL 軍曹が民警機動隊に射殺された1963年前後までに壊滅へ追い込まれた。 ありがとうございます。